はい、こんにちは。えー、三円形平行をやっていきましょう。えー、科学苦手だぜとか、えー、高校の時に選択しなかったぜっていう方も結構多いかなと思うんですけど、あの、この動画の内容を押さえておけば全然怖くないです。三円形平行。えー、あとですね、この動画ってパート1から5に分かれてて、あの、途中から見てもいいし、パート5が国試問題になっているので、えー、そこで、まあ、ちょっと、 解けるるかか試してみるかってみっいう感じでもいいいと思います。では行きましょうパート1ですねえー、まあ三塩基平行の本題に入る前に酸とか塩基っていうのは何なんだろうっていうことから基礎からですねやりたいんですよねやっぱその基礎がしっかりしないとえっ、ー、と後からつまずいちゃうんでえじゃあやっていきましょうでえっ、ー、とまず3なんですけど3ってまあ例えばですね酸性といえば皆さん何を思い浮かべますかうんええー、まあ例えばですねレモン果汁ですとかお酢、えー、とか あとはいつも飲んでる炭酸水ですね。あのジュースとか。そういうのもあの酸性です、はい。もう一個の方、塩基ってあんまり馴染みない方も多いと思うんですよね。で塩基って何だって話なんですけど、まあ、要はですね、アルカリ性のことなんですよ。厳密には違うんですよ。科学的には。厳密には違うんですけど、まあ、ここではざっくりアルカリ性のことだと思っていただいて全く問題ありません。はい、でアルカリ性は、えー、と石鹸とかです、ね、洗剤とかに多いんですけども、そもそもこういうですね、身の回りにある酸とかアルカリっていうのは、どうやって 決めてるんでしょうかね、この3これは酸だみたいな。これはアルカリ性だっていうのはえ何を基準に決めてんだっていう、ね、話なんですよえ。実はですね、これは、えー、水溶液中に含まれる水素イオンの濃度で決まってるんですよ。難しそうに聞こえますね。でも全然難しくないです。えー、水素イオンっていうのはこれです。これのこと、うんえー。これがですね、水溶液の中に多いと酸性、少ないとアルカリ性。いうだけ。で、えーと、いつもね、大体あの pH で表すじゃないですか。酸性度とかね、アルカリ性度っていうのは。えー pH1 がここですね、えー。こっちが14です。で、えっと、中性真ん中は、えー、pH7 になってますね。はい。で、えっと、水素イオンが多い方が pH1 なんですよ。これ逆なんで気をつけてください。で、水素イオンが少ない方が pH14 なんで。はいで。ちなみに、えっと、胃酸胃の中の消化液である。胃酸って、あのー、pH あ、pH じゃないですね。pH ってどれくらいか分かりますか これね、実は国試に出たことがあって、えっ、ー、と、遺産の pH はですね、1から2なんですよ。かなり、えー、強い酸なんですね。うん、これは国試ポイントなんで、えー、注意してください。はい、まとめましょう。えー、酸性とかアルカリ性は、えー、水素イオンの濃度で決まります、えー。水素イオンが多い方が酸性、少ない方がアルカリ性。えー、pH1 は酸性、pH7 は中性、pH14 はアルカリ性です。で、えっ、ー、と、遺産の pH は1から2ですということですね。はい、パト1終わります。